皆さんこんにちは。ユニコーンオーバーロード体験版、今日も続きをやっていきたいと思います。前回からの続きになりますね。前回はですね、女の子ですね、スカーレットという女の子がですね、ちょっとさらわれまして、その子を助けに行くというところですね。はい、じゃあちょっとストーリー進めていきましょう。はい、これね、今なんだろうね、フィールドというところに来てるみたいですね。そこで、クエストが発生することがありますよというところで出てますね。発生したクエストについてはフィールドメニューにあるクエストから詳細を確認することができますということですね。フィールドメニューというのがあるんですね。フィールドでは、Lスティックで自由にキャラを操作できますと。まずは砦に向かって訪問してみましょうと。これがマップですね。クエストっていうのがこれでいけるのかな。これかクエストは、編成人数の拡張を2から3にしましょうというのがクエストっぽいですね。でそれをやるのがこの砦、ここかな、訪問ユニット拡張模擬戦隊、ユニット拡張しなさいということなので、ユニット拡張しましょうかね。自分の編成枠を拡張しますよですね。ここでは手に入れた、勲章と引き換えに編成人数の拡張やユニット枠の追加を行いますということですね。なるほど、ここで、ユニットを増やせるってことか。砦の機能を利用するためには、武功を流してある勲章を消費する必要がありますということですね。この右下にいろいろ今持っている所持品が出てるんですけど、まずお金が5154ゴールド。これですね、勲章数が14個。で、名声が E36 個。あれ？これ E ってなんか、戦闘終わった時にいつも出てた、あれですね。ランクですね。これってあれかな、ずっと E なのかな、しばらくは。なんか戦闘ごとにうまくやった、あんまり良くなかったで ABCD とか、そういう判定があるのかなと思ってたんですけど、そうではないのかな。砦の機能を利用するために勲章を消費する必要があります。でステージクリアや町への納品、徘徊する敵の撃破などで店員に入れることができますね。なので今勲章が14個あるので、おそらくこれ10個消費するということだと思うんですよね。で人数を増やすかユニットを増やすかというのが選べるっぽいですね。でユニット増やすと、これ軍団の数が今3つですけど、これが4つに変わるんでしょうね。あでもね、人数がそんなにいないんで、とりあえず人を増やしときましょうかね。2から3。1つのユニットが今2までしか配置できないのが3までできますよということかな。だから1つのユニットの強さが、強くなるということでいいんじゃないでしょうかね。はい、これで3になりましたよと。あ、なるほど、4とか次50で4になってくるんだ。なるほどね。あーそういうことね。そしたらこれ多分名声とかも何かに使うんでしょうね、これ。今回ここまでしかできないので、これで、やめましょう。はい、これで OK ですね。あ、これでクエストが完了したので、何かまたポイント、ボーナスポイントがもらえたということかな。はい、OK。衛星を5分にしました。
同士の親密度が一定以上蓄積すると親密度レベルがアップしますってことですね。同じ部隊にいた方がいいわけで、はいはい、親密度の高いキャラ同士でユニットを組むと編成ボーナスのステータスが、上昇します。でまた特定のキャラ同士の親密レベル度が上がると親密度会話が発生することがあります。編成を見直してくださいと。ユニット編成を行うには、スタートメニューいいかな、まあユニット編成を開くかフィールド上で、三角ボタンを押すこともできますと。おあさっきなんかもらったんでそれを装備しなさいってことかな。それもキャラ、スタートメニューからキャラ一覧などからキャラの装備を変更することができますよと。先ほど手に入れた命のタスマリンなどをいずれかのキャラに装備してみましょうとですね、はい、これがまたクエストになるのかな。あでね、その前にちょっとねこのシステムっていうのがあるんですけども、これの、オプション、はい、これでね、セリフの自動送りっていうのがスタート時はオンになってるんですよ。そうすると文字が途中で、止まっちゃうんですよ。あ違う、止まっちゃう逆だ、止まらなくてどんどん進んでいくんで、私ちょっと読むのが遅いん で読んでたら次に切り替わっちゃうんですね。だからもう自分で切り替えるようにしておけば、いいかなと思うので一応これオフにしました。だから、ちょっと面倒なんですけどボタンを、まあ、自分で押さないといけないです、ね。まあ、これはもう好みがあるのかもしれませんけどね、私はもう読むのが遅いんで、自分で、切り替えるというような感じで、選びました。でゲーム難易度もここでも簡単に変えれそうですね。はい、まあ、これが一番簡単なやつですね。で中で一番難しいやつということで、まあ、今回はエキスパートで、はい、やっていきたいと思いますので、それでいきたいと思います。まあ、難易度がね、ちょっと変わるんでしょうね。で、キャラ一覧、ユニット編成かな？ユニット編成で、あ、違う、ユニット編成じゃないのか。あ、そうかそうか、これ説明文が出てるのか。リーダーについて、各ユニットはリーダーが存在し、リーダーのクラスに応じてリーダー効果や移動タイプなどが変化します。なるほど、リーダーがいると。でこれ今ちょっと光ってるやつがリーダーなんでしょうね、多分。ユニット編成画面などでリーダーにしたいキャラにカーソルを当ててスタートボタンを押すことでリーダーの切り替えを行いますということですね。ステージにユニットを出現させた後もリーダー切り替えは可能ですが、ブレイブを1消費してしまうのでなるべく出陣前に設置しておくことをお勧めします。ブレイブ1消費するの結構痛いな。だからやっぱり最初に決めといた方がいいですよということかな。はい、ここにもう1人入れれるのかな。さっき3人までになったんでもう1人入れれるはずですね。誰入れようか。オーバン入れとこうか。オーバンさっき仲間になったやつですね。これで3人、うん、これにしとこうかね。で装備をしたいんだよね。キャラ一覧かな。アクセサリーをつけてない人につけてあげましょうか。レックスがつけてない、ジョセフもつけてない。でもジョセフ強いからね。クロエもつけてない。この辺つけてる。トラビスがつけてない。トラビスってなんだっけ。あ、盗賊だ。あーこいつにつけとこうか。オーバン、オーバンは前線で戦うやつなんで
トラビスも前線だけど、なんかこいつ多分避けるんでしょうね、多分。オーバーをバンバン行くんで、これ気にしとこう。命のたすまり、これかな。ヒットポイントがプラス10されるみたいですね。まあいいでしょう。とりあえずつけときましょう。これ多分後でまた変更もできるんだと思うんで、スキルとかもいろいろあるんでしょうけど、まあ、今回はとりあえずそのあたりはあんまり深掘りしないでいきましょう。はい、これでいいんだろうな。あー、いいです。これまたクエスト完了でどんどんもらえます。あ、町とか、なるほどね。まあ、お金も貯まってるんで、町で買い物しませんかということかな。あ、いいですね、これね。町で買い物したりできるから、ね、なかなか楽しい。これが町ですね。で、武具や消耗品の購入やアイテムの納品。アイテムの納品、守備兵の配置。一部機能は納品で町を復興させるまで選ぶことができないものがあります。なんか復興ということは何かこう解放していくのかな。じゃあ武器を買っときましょうかね。せっかくなんで。ここでは、装備品を購入することができます。各町で、購入できる在庫に限りがあります。要はもう個数が決まってると、何個も買えないと、金があったらたくさん買えるということではないと思います。購入数を変更することで複数の装備品を一括で購入できます。また単品で購入する場合は、資格試着からキャラを選択して装備と購入を同時に行うことも。あ、なるほど。要はいちいち買って、装備をしないといけないんだけども、資格の試着からだともう買ったやつがもうそのまま装備されますよと。あ、それはなかなか便利。うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。はい、じゃあ購入しましょうかね。買い戻しとかある。何がいいかな。この赤いのがもう買えないってことなのかな。12,000で、今私が持ってる所持金が6154って書いてあるんで、一番まあ高いのが強いんだろうね。トゥルースピア、これ買いましょう。誰が、あ、これ教えてくれるんだね。いいね。3人。じゃあ、クライブ。あ、クロエもいいな。2人。装備させようか。とりあえずクライブにしよう。購入して装備しますか。イエス。ありがとな。よし。で、次はクロエ。こいつの、あ、1個しかないんだ。あ、そういうことね。困っちゃう。じゃあこいつにはこいつにしましょうか。同じ槍っぽい感じ。あ、3しか上がんない。そうか、じゃあクライ、まあいいや、クロエに与えときましょう。これ在庫2って書いてるんで、この2人が、あ、そういうなんかちょっとあるんでしょうね。トゥルースピア全員装備されると多分ゲームバランスが崩れるとか、そういうことかな。まあいいや。あれ、これ試着できない。試着で、クロエ、あれ、あれ、これなんで、さっきうまくいったの。あれ、これは行く、これは行く、なんで、こ
これ1500だから買えるよね。で、資格でしょ。これ装備できないってこと？どういうことこれ。あ、いけた。あれ、なんでさっきいけなかったんだろう。ちょっとすみません、よくわかりません。まあいいや、まあ、とりあえずこれクロエに、買ってあげましょう。ありがとな。で、あともう一個あるんで、ホドリクに買ってあげましょう。お金なくなるけどいいのかな、これ。ちょっとまずいか。ちょっとやめときましょうか。まあ、1500、ちょっと残しとこうかね。まあ、一応2人に、また来てくれよな。武器を買ってあげたということでいいかな。船に納品、道具。まあ、道具もそうだね。消耗品だね。さあ、商品を見ていって。買い取りもやってるよ。何がいいのかな。ヒールポーション、今所持2なんで、まあ持ってるからいいかな。ヒールボトルです。あ、こっちは30、こっちは20か。なるほどね。あ、これはユニット内全員のヒットポイントを20回復するんだ。高いね、1200。ちょっとやめときましょうか。またのご利用。で、次、納品。納品について、ゼノイラの支配によって荒廃した町は納品を行うことで復興させることができますよと。で、その復興したらまたいいことがあるんでしょうね。フィールドを各地にある採取ポイントで集めることができますと。あー、なるほどね。はいはい。で、船に乗る。まあ、納品を済ませて復興を達成すると船に乗ることができるようになるってことかな。まあ、船に乗ったらまあどっか行けるんでしょうね、多分。まあ、多分序盤は無理でしょうね、どれ。で、守備兵配置。納品で復興依頼を全て達成すると利用できますと。まあ、これもなんかいいことがあるのかな。はい。まあ、とりあえずじゃあ納品をやりましょうかね。コルビア層を3つ納品する。まあ、これがフィールドに落ちてるということなのかな。おー、いいね、いいね。これまた10行くんじゃん。まだ行かないか。よし、スカーレットを助けに向かおうと。お待ちください。ここから東部東にございます。東の方にあるんだね。その近くにおられる同士ミリアムが潜伏しているはずです。アレイン地図をご用意しました。現地に印をつけて。これフルボイスじゃないんだね。アレイン殿下のご判断にお任せします。経路についてはワールドマップがタップボタン。ワールドマップでは登録された施設の情報を調べたり、施設を選んで、瞬時に移動することができますか。ワープできますですね。資料もご用意しましたと。スタートメニューのライブラリーからアーカイブを閲覧することができますと。アーカイブの項目はシナリオが進行したり、ワールドマップに施設が登録されると追加されますと。戦力のままだと厳しいんじゃないかと。まあ、もうちょっと強くしなさいということかな。戦力を削ぐために各地の解放して名声を高めるのですと。解放軍の名声が高ければ、兵士に兵士を募ることも可能でになるでしょう。なるほど。名声ランクが上がると砦で利用できる機能が解放されていきます。さっきあの E とかが名声っぽいですね。でそれを上げていけと。だやっぱり戦闘の出来不出来であれランクが決まってるんじゃないということかな。各種クエストのクリアや街の復興などで獲得することができます。地裁の行方、はい、だからまあ大きな目的クエストはスカーレットを助けると。ただ今は現状そんなに強くないから、もうちょっと強くなるために周りのクエストをこなせと、そういうことかな。はい、
これがフィールドですね。あ、採集、はい。なんだこれ。あ、コルビアスを1個すぎに、あ、3つ手に入れた。もうこれクエストクリアじゃない、これ。こっちにもあるね。これはこれも調べてみようか。天のかけらを1個手に入れた。この赤びっくりマークは何なんだろう。これ、あー、これ草だからまた生えてくるってことかな。何をしているかって、町の復興に必要な資材を探しているのさ。資材を町に応援すれば報酬がもらえるんだって。俺たちは賢者食っていけないからこうやって稼いでいくさって。あんたも町で納品をやってみな。町の復興に貢献できるいい仕事だね。もう取っちゃったね。最初は何度かステージをクリアすると復活し、再び採取できる。だからやっぱり草がまた生えてくるんだ。よし、これフィールドクエスト納品。これ納品したら多分また、納品する。はい。イエス。よし。ああ、また勲章1個手に入れた。お。おー、町が復興した。あ、これ最初だからな、こんなに簡単なんでしょうか。なんだこれ。あ、なるほど、これ依頼がどんどんまだ増えるんだ。でその依頼によって、報酬もまたもらえるってことか。あー、いいですね。なるほどね。で船に乗ることができるようになったけど、パレビア島に、いやいや、ちょっと待ってや。パレビア島って、確か来たところですよね。出発してきた島、もともと島から出発してるんで。守備兵を配置する各町にはそれぞれ一人ずつ自分のキャラを守備兵として配置することができます。キャラを配置するとステージクリア前に報酬金が手に入る。報奨金。周囲にある発見済みの採取ポイントから、採取品も回収してくれるようになります。キャラを配置してもステージ出撃は可能なので、気軽に守備兵として配置しておきましょうと。なるほど。じゃあ強いやつの方がいいのかな。関係ある、そんな関係ないか。まあとりあえずこの一番あれにしておきましょうか。オーバン、オーバン、さっき仲間になったばっかり。じゃあこれ守備兵にしておきましょう。でこれでとりあえず OK なのかな。おうよ、任せとけ。守備兵として配置したキャラには R1 で贈り物を渡すことができます。 R1 贈り物を渡すと、そのキャラとアレインの親密度が上昇し、好みの品だった場合はさらに大きく上昇します。なんだ贈り物って何。訪問、守備兵配置、贈り物、ここで押すのかな。違うな、ここで押すのか。どこで押すの贈り物。あ、こいつか。こういう仕事は俺に任せな。町はしっかり守っておくぜ。こいつに、あ、贈り物出てますね。 R1 選択可能なものがありません。そうですか、じゃあやめとこう。でこれ東に行くと多分敵が強いんでしょうね、多分。こっち側は、こっち側もなんか強そう、ちょっとやめとこうか。西側っつってたよね、確かね。この橋のところ、解放した町には守備兵を配置することができますよ。配置された守備兵は、殿下と交流ができるようになります。また解放地域を増やすたびに町から報奨金を
ただけますし、さらに周囲の採取地から採取品を集めてもくれますので、海中のものも戦場に駆けつけますので気軽にも、まあ置いといた方がまあいいってことかな。これで全員終わったのかな。これ回転ができないんだね。これなんか横をこう覗く感じだもん。そうなんか回転したいんだ。あれもこれ敵かな。違うな。これもちょっと格好にもあった。あ、これまた刺さった。あ、これまた取れるようになるんだろうね、あとで。会話。それで模擬戦が可能よって、2つの部隊が模擬戦で戦う。遠征した部隊が戦闘時にどう動くか、それを確認できるから便利だって。クエスト模擬戦。模擬戦をやろう。砦では傭兵を雇うただけじゃねえ。出撃する部隊数の拡張もできる。指揮官の勲章と引き換えだけどな。やってみたらどうだい。名声が名声を高めな。出撃枠の拡張。出撃枠、これは何。戦闘、戦闘敵かこいつ。パスカルの強さが分からなくて困ってる顔してんな。それなら俺と戦ってみないか。何かの参考になるかもしれないし。俺は兵士はハスカール、高い攻撃力が自慢だと。模擬戦だが本気で行かせてもらうぜ。準備はいいか。いきなり全然勝てるやんか。これこっちゼロだぞ。やってみよう。まだ何かもらえるかもしれない。クリア。加勢いたす。クリア。女性軍一人で大丈夫なの。いいんだもん。続きます。女性軍めっちゃ強い。このままいこう。なんだこれ。どうなる。エンドブローは、エンドブローは、戦闘終了直前に放つ攻撃だった。油断した敵にもう一発叩き込んでやる。気に入ったら雇用してくれよなって。え、雇用できんのか。軍資金2000。ええー、あった。これまた武器買えるんじゃん。え、1回だけかな。もう1回くれんのかな。もう絶対勝つもんね。クエストっぽいですね。で、こっからもクエスト見れるけど、まあ、これがメインクエスト、司祭の行方っていうのが、これスカーレットを、まあ、探せっていうことかね。で、出撃枠の拡張と模擬戦をやるとさらにクエストクリアなんて。出撃枠、出撃枠を、あ、これか。どっちかというと人数増やしたいんだけどな、俺。これでも出撃枠増やしとかないといけないのかな。人数あんまいないからさ。じゃあ、出撃枠を増やしましょうか。え？解放条件、名声ランク D 以上だって。なんだよ。こっちは一緒かい。じゃあダメじゃん。
名声をあとちょっと上げないといけない。模擬戦やったら上がらない？模擬戦やろう。トラビス対どっちが勝つかって。守る。このトラビス隊はもうかなり強い、強いというかもう全部かわしちゃうんですよ。だから攻撃が当たらないんで。届かねえよ。どうだ。危ねえ。多分そのトラビスのシーフだったかな。シーフっていう職業なんですけど、その多分シーフに強い職業があるんだと思うんですよ。今度はこっちとこっちでやってみましょうか。そのシーフに攻撃できる強い、まあそれに適正の職業があるんで、そいつを早く仲間にしないといけない。だから敵がシーフだったらもう全然攻撃できない。防御を固め。ちょっと困る。カッチやべ。回復を。回復した。こいつを取っとけ。いい調子だ。これでも勝っても何のあれもないっぽい。本当に模擬戦。なるほど。あ、模擬戦でもあれしたから。クエストクリアした。2まで上がらないね。こっち側行こう。あそこになんかある。ありゃありゃりゃりゃ、敵がいる。くそ、黒ずめ盗賊だめ。この町の守備兵も大したことねえな。またなんか出てきたよ。多勢に無勢だ。諦めろ。いまいましい盗っ人どもめ、今に天罰が下るぞ。天罰を食らうのはお前だっつうの。それに天罰ならもう俺はとっくに食らってんだよ。よし、お前ら町中から金品をかき集めてこい。ギャメン盗賊団よ。お、誰か出てきたぞ。ロルフ。ちょっとサブクエストみたいな感じなのかな。町や砦が開放されていない地域では敵が徘徊し安全に探索を行うことができません。そういった、未開放の地域はステージをクリアすることで安全が確保され敵がいなくなりますということですね。これ海沿いというかこっちが開ける？いけない？これいけないんだよ。でこれがレベル3。おお、なんだなんだ。ああ、ここでやっつけんだ。くそー！
やっつけたら、勲章1個手に入れた。なるほど、勲章もらえんだ。どうまあ全然余裕やな。これ早送りってなんかできるとか言うの？スタートボタン。あ、スタートボタンですね。勲章1個手に入れた。よし。あ、まだ敵いる？あ、いる。とりあえずこいつらを、うわ、これ強い。こいつ強いじゃん。やばいな。勝てる？こいつじゃ全然話にならない。458。わあ、結構強いなこれ。勝てる？あー、これシーフっぽいな。だから攻撃できない。できる。できるのかい。勝利いたしました。よし。よし。できるんだ。よし。よし。どんどんもらえるよ。こっちは？こいつもなんか敵か。こいつ敵じゃない。ちょいと話があるんだ。聞いてもらえるかい。わかった。そこのあんた、トラビス隊長じゃないですか。知り合い？確か三角銃。どう見ますか。私は三角銃傭兵団の下っ端ですが、死んだと聞いてました。隊長死んだと思う。こいつ隊長だったの？ブルーノは元気か。知らないんですかい。ダンはゼノイラグにやられちまったんだ。足は運よく逃げられたんですが、団長は最後まで抵抗して他の仲間と一緒に捕まっちまったんだって。ところが今はゼノイラ軍の将、ゼノイラの将ブルーノ処刑されたと思ったら、この地方を統括しているのが団長です。わしの近くの町でたまに聞いて驚きやした。まあ、またあれでしょうね、多分洗脳されてるんでしょうね。ここでまたこれができるんだね。なるほど。よしよし。で、これがどんどん増えていって、あんまり先に進まなくてはいかない。これはレベル4って書いてますね。三角銃のなんとか。定石か。で、こいつをやった方がいいのかな。ちょ、その前にこれやっつけときましょう。あ、これでいこう。あ、これも飛ばしましょうか。よし。よし、OK。こっち側から回れるのかな。あ、回れますね。これどうやるの？これ。こうやって回るの。回転ができないのがちょっとストレスですね。これなんかマップのこれ移動だけだもんな。これこういうのね。これまだバトルになるのかな。話したちょっと会話しようか。あっちに行ってな、シッシってなるほど。じゃあやっぱりここに行かないとバトルにはならないってことだ。まだあれ上がらないかな。ちょっとお金貯まったんで武器もうちょっと変えましょうか。うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。防具はないっぽいですね。
あーもう1万2000欲しいんだけどな。ルーンソード今いくらになった？5700か。ちょっと無理やな。じゃあこの新兵の体験、あ槍がね、なんか貫通攻撃できるのかな。これどっか試着から行こう。ホドリックに買ってあげようか迷ってたんだよね。ホドリックに買ってあげようか。ありがとな。あと4000、あとは探検、アレイン、こいつに貼ってあげよう。ありがとな。でレックスにも貼ってあげようか。トラビスが弱いんで、トラビスに貼ってあげようか。ありがとな。で探検はなくなった。テオの、買えないんだ、1500。残念ながら買えなかったですね。よし、しょうがない。また来てくれよな。よし、これでもう納品はないんだよね。納品あんのかな。ありません。ありません。ありません。もうないね。他にあれはないんだろうね。ちょさっきのところ行ってちょっとあれやりましょうかね、バトル。どうしようかな。ユニット拡張しときたいんですよね。どうしようかな。トラビスタイルちょっと強くしときたい。3人にできるんだよ。勲章が21。まあいいや、これやっとこう。で、ユニット編成、トラビス隊をどうしようかな。入れ替え、こうして、確かにもう一人いるんですよ。誰？クロエだ。クロエ、クロエを入れてあげよう。これでいこう。で全員で3、3で6、7、8人、これでもう全員入ったんじゃない。どうだ、ここに入る西色の発球でスカーレットが今いないんで、西色の8人ってことだよね。で西色の8だね。これでいいか。だから、クライブ隊だけが2人で、あとは3人ずつになったということかな。クエストも、出撃枠の拡張がランクが上がらないと無理ですよっていうことなんで、いや先あれやりましょう。これ、はい、ここの反抗者っていうのかな、そうだね、これやりましょう。イエス。確かロルフという者が助けてくれたのだったな。はい、コルニア義勇兵と名乗っておられました。義勇兵、噂は聞いたことがあります。民を守るために戦っているとか。合流できれば戦力になってくれるかもしれないな。ええ、まずは接触してみるのが良いかと。しないでね。ああ大丈夫さ、心配しないで待っていてくれ。
ということで、始まりましたね。このギャメルっていうのがボスっぽいですね。でシーフ、盗賊なんで、でおそらくこの弓兵ロルフっていうのが仲間になるんじゃないかと。でこの弓兵がその盗賊には強いんじゃないかと思いますね。で会話について、会話が可能なキャラに向かって移動させると行動から会話を行いますと。で会話可能なキャラの組み合わせは、スタートステージメニューのステージ会話から確認できますということです。じゃあまず自分が制圧されると負けますと。勝利条件、敵勝利、あ、なるほどね。はい、じゃあやりましょう。ちょっと待てよ、これ撃ち抜く、なんなのこれ。いきなりバトル始まっちゃったよ、これ。最初ぐらいさ、やらせろよね、これ。なんなのこれ。まだ一個も私出陣してないんですけど、黒爪盗賊団ならもう逃しはしないぞ。お得意の回避術でも俺の弓矢は避けきれない。まあ、要は回避できないってことかな。シーフは回避率が高いゆえに攻撃を回避するスキルイベイドを使えます。一方でハンターは命中率が非常に高く、さらにスキルイーグルアイには、効果があり、チーフが使う指移動にもかなり攻撃を命中させます、ね、すごい。制圧しました、制圧した。このドルフっていうのをまず仲間にしないといけないのかな。うまくいったな。ちょっと待てって。ただそこれ最初に出陣する前にもう始まっちゃうんですよ、これ。これちょっと何とかしてほしいな。出撃ぐらい最初にさせろよって感じ。アイレイン隊、これまず出しますよ。多分アイレイン隊でよし行こう。こいつに、会話しに行かないといけないですよね、多分。さてこれでいいのかな。あ、会話ありますね。対象と会話を行います。はい、じゃあこう会話します。行くぞ。で、あと2個ブレイブがあるんで、あと2部隊出せます。全員出しましょう。トラビス隊、まあこの2かな。で、あと誰、クライブ隊出しましょう。出撃いたします。で、マップとしてはここに砦があるのかな。まずこの砦を取りに行きましょうかね。そうだね。でどうもね、このマップに落ちてるアイテムを拾っていった方がいいっぽいんで、それを拾っていきましょう。じゃあまずお任せください。移動で、まあ、こいつを、あ、こいつやっつけるか。うわ、でもちょっとダメージが結構きついなこれ。こいつじゃダメなのかな。やるか。これシーフで行くしかないな。シーフで行く。あ、こいつゼロ。こいつやりましょう。ああ、でこいつはどうしようかな。どういたしましょう。こいつはここか。あ、こっちの方がいいね。行きましょう。行こう。よし、まずバトル。相手になろう。やられる覚悟はできて。来るなら報いを受ける。負けん。だいぶ強くなってるはずなんですけど。無視。おい。これいいね。なんとかよ。この槍で人差しで立つ。が強い。まだまだ精進せねばなりませんが、った必ず役立てます。槍が強い。撃破。じゃあこいつやっつけたんで、今度はどうしましょうかね。
任せください。ここはうわちょっとこれ勝てないな。あこいつやったら勝てそう。任せてください。これかなり親切設計ですよね勝てそうっていうのが分かるって最初に。かかってこい。え今どこ行った。え今ど誰誰。あーこいつか。こいつはキャンセルできないから頼むから死なないよ最初。シャダクセエロいいよ撃ち取ったか。一瞬で終わりにしてやる。やっぱり3人になるとだいぶ強くなるな。当たりません。ちょっと見えないな。それだ。うわいいね。このヤギいいね。よしよし。だいぶ強い。これが最後だ。はい全然全然大丈夫。すごい。この3人になったからだいぶ強いねやっぱ。どうしようか。こいつどういたしましょう。とどめを刺そうかね。向かいます。こいつは俺の番だ。こっち行こうか。うわ2と10まあいいや。分かった。よし行こう。もう少しで会話ができるようになる。狙いは高い。また来たか。やっちゃおう。頼むよ。頼むよ。無駄だぜ。狙う。よっしゃ。くらえ。いいよ。うまくいったな。強い。よし。相手になろう。でこれね今ピヨってるんですよ。まあ、ピヨってるっていうのはなんだ。行動できない状態になってるんで、これ絶対先制攻撃になるんで、先制攻撃になると多分くそいきなりやっつけられるんじゃないですか。やりますよ、はい、なかなかの強者でした。あと3かやってみせます。攻撃するとねちょっと弱いんだよね。だからこいつで行きたいわけ。お任せください。休息しとこう。でここでまだ会えない。もうもうそろそろ会いたいんだけど。よし会った。これで、会話とか何者だ。君がロルフだな。俺を知っているのか。一体何者だ。かっこいいねロルフ。我々は解放軍です。あなたに助けられたという者に話を聞きました。なるほど。あの娘たちは無事逃げ切れたのか。それは良かった。俺はコルニア義勇兵のロルフ。盗賊団の討伐に来た。君たちさえ良ければ協力してもらえないだろうか。ああ元よりそのつもりだ。共に戦おう。よしこれでロルフ仲間になりましたね。かっこいいですねロルフ。これでなんかシーフにもダメージ与えられますね。よしよし。ハンターについて。ハンターは後列への攻撃が可能です。後列の援護クラスを撃破し戦いを有利に進めましょう。だってハンターがユニットリーダーの場合、ユニットリーダーね、遠距離からアシスト射撃を行うことができますので、この青い円なのかな、アシスト範囲内で、他の味方がエンカウントした際、四角でアシスト射撃を行い、戦闘に参加します。
どういうこと？エンカウントした際、エンカウントした際にこの際だ。これちょっと待って、あ、これ今あれか、そうかそうか、まあいいや、とりあえずこいつで考えるんだ。こいつをやっつけに行こうか。あ、これ相手もいるんだ、こいつが。そうだ、なるほどね。よし、でこいつ出番か。こいつはこの辺でいいか。あ、ここになんかある、これ取ろうか。了解しました。よし、こう、よし、報いを受ける時間だ。うわ、結構やばいじゃん。分が悪いですね。やられる覚悟はできてるか。24の2、危険な戦いですね。 A の18って全然ダメじゃんこれ。ああ、そうか、じゃあ、あの弓対できた方が良かったんだ。報いを受ける時間だぜ。なんとか乗り切りましょう。やられる覚悟はできてるか。勝てないと。危険な戦いですね。一瞬で終わりにしてやる。キャンセルできないんだ、まあ、しょうがないね。じゃあやるしかない。もうこれ負け試合なんだよこれ。はっしゃ、引かねえぜ。そこだ、見え見えだ。それ、うわ、食らった。うわーい、決まったじゃねえかよ。大丈夫ですか。あ、でも勝ったんだ。これ死んだらどうなんだろう。やるか。アイテム生き返るか。ヒールポーションです。あー、ダメなんだ。じゃあやめよう。おい、ちょっと待てって。また行くの。やれるだけのことはやる。分が悪いですね。楽して勝てる相手じゃねえな。ちょっと待って、これ難しい。ちょっと操作が難しい。これなんで行ってしまったんだよ。ぶっちゃける。ミスった、ミスった。なんでそいつを攻撃すんだよ。ああ、負けだ。ちょっと待って、ちょっと今ポーズになってる。こいつじゃダメだ、こいつじゃ勝てない。こいつで行こう。いや、でも勝てないんだけど、これ19の10。ちょっと待って、全然勝てないじゃん。やってみせます。普通で勝てる？だってゼロだもんねこれ。どういたしましょう。どうやって勝つんこれ。スキルブレイブして、フォーレスのスクラッシュ。範囲内の敵ユニットにダメージを与える。味方ユニットのステージ上で受ける。こいつを出番か。ここの辺に展開して進もう。どう出るべきか。2の60だって。これやったらいけるやん。こいつ行こう。抜かう。無理だこいつで。じゃ勝てない。俺の番だ。こいつでここ行こう。すぐ行く。よし、こう。
次の指示を。よし、好きにはさせない。後方支援は任せる。アシスト、あ、出た、アシスト射撃。今アシスト射撃しましたね。これアシスト射撃が入るんでどうなるんだろう。アシスト、おお、それがアシスト。しのいでみせよ。くらえ。おい、うわー、加勢いたす。甘い。うわ、無意味だ。よっしゃ、ラッドジャスだ。おお、めっちゃ食らった。よし、もう一度。よし、なんとかやってた。おい、だいぶ強い。よし、よし、これでもう用なしだね。さて、まずはここを取り行こうか。よし、後方射撃。標的は誰だ。後方射撃。はい、お任せください。じゃあ移動しよう。行きましょう。よし、なんか取った。ホーリーハーブを手に入れた。いいぜ。ああ、ここは制圧した。これで回復してくれ。ちょ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 。出番か。こっちの方がいいかな。考えるんだ。10と13ダメだ。お呼びですか。8と28、うん、結構ヒル。まあでも後方射撃とかしてくれればそれはそれでいいのか。こいつだとどう。どういたしましょう。あ、こっちでいいな。これ行こう。任せてください。これ行こう。これで後方射撃もしてくれる。負けん。あ、アシスト射撃、射撃4か。60の4だからいいんじゃない。アシスト射撃なくて。このあれです、シーフは槍に弱いですね。これ、はい、これね、もう一発ですよ。勝利いたしました。 OK、 当然の結果です。よし、でこいつは今回復中。でももう死んでるから回復できないのか、これ。やるか。これ死んでる時はもうどうしようもできないのかな。ライブを消費してユニットを出撃させます。出撃はしねえ。休息してもあんま意味ないか。まあいいや。よし、じゃあもうちょい行きましょうか。やってみせます。これ40の20。まずはこいつをやっつけようかね。で、これ多分ね、援護射撃が入るんですよね、おそらく。向かいます。だからこっちも援護射撃を出せるようにしとこう。到着。ここだな。ちょっと待て、あれが拾った今。どう出るべきか。向かおう。これ今拾いました。相手になろう。これはアシスト射撃してほしい。あれ、今アイテム拾いました。あー、やばい、向こうの援護射撃が入った。この程度。あ、でもなんとかなるだろう。おい、槍が強い。一
一休みだ。なんとかなってるか。どういたしましょう。こいつをやっつけに行きましょう。負けん。まあ、直接には弱いんだと思う。ほら。せや。あれ、やっつけられない。やりましたよ。やっつけられなかったか。あと 2しかない。やってみせます。まあ行こう、そのまま。こいつがね、使えないんだよな。来るなら来い。これで勝てる。勝利いたしました。撃破。うわ、あと1しかないのか。何してんのよ。さて、こいつを取り行きたいんだよ。よし。こいつは取ったのかな。出番か。了解しました。戻そう。どういたしましょう。1位はもう話にならない。向かいます。着きました。この戦力差では。ちょっと待って、どこ。さあ来い。分の悪い相手だ。俺が相手だ。いや、なんでここで戦闘になるわけ。これ困るわ。これまだ戦いたくないのに。こことは黒爪盗賊団に歯向かったのが運の尽きだ。その喉笛をかき切ってやるぞ。近づきすぎたってことか。ここだ。何してんだよ。守る。近づきすぎて戦闘になるんだね。これ戦闘は回避できないんだ。やばいな、これ。引かねえぜ。やばいよ。平気だぜ。おい。よっしゃ、よかった。ちょっと待ってくれよ。でもこれ一回やってみせます。下ってきたぞ、だいぶ。俺の思ってるように動けよな、本当。よし、かかってこい。これは勝った。はずは。オッケー。打ち取ったか。で、アイテムを取りに行きたいんだよ、俺は。よし、取った。いいものを手に入れた。あ、やった。よかった。これでいい。ちょっと待て。どう出るべきか。もうこれ取ったよね。何個光ってんのこれ。これ取ったよね、今ね。さて、向かおう。で、こいつが今回復中。もうこいつ死んでしまったからね。あ、3になってる。ちょっと生き返った。時間を置くと生き返るのか。まあいいや、行こう。よし、これ援護射撃したい。好きにはさせない。オッケー。で、戦闘。狙いは互い。俺が相手だ。8ダメージの22でいいでしょう。ここで援護射撃。しない。あれ、援護射撃来ない。ちょっと、なんでだよ。援護射撃来ないじゃん、なんでよ。援護射撃なんでもないんだよ、これ。嘘でしょ。いいじゃん。このまま行こう。なんで援護射撃来なかった今。また一歩進めたな。最悪だな、これ。ちょっとマジですか、これ。あともう一匹かだよ。標的は誰さ。そうか、ちょっとなんか出番か。
スキル使おうか。アーロンレイン、これ使ってみようか。こいつ、これでいいのかな。マイナス 50% ってどういうことなのかな。ダメージマイナス 50%。 アーロンレイン、何なんかあんまり強かったのか弱かったのかよくわからんな。標的は誰だ。よし、これと、はい、総攻撃しよう。いやー、かなりグダったなこれ。かかってこい。さあ来い。9回復30。狙いは互い。あ、こっちの方がいい。俺が相手だ。あ、まだ援護射撃するの忘れた。防御を固め。ここだ。援護射撃に足も勝てるのかな。今ミスってるやん。おお、当たった。終わった。あずんね。すげえ。ちょっと援護射撃のやり方がいまいちよくわからない。いい調子。一回うまくいったのにな。やったぞ。よし、やっつけた。まあ何はともあれ、なんか毒蛇の剣を手に入れた。いや、これもうちょっと練習したいな。頼む、勘弁してくれ。略奪を働いて勘弁してくれは虫が良すぎだな。病気の妹がいるんだ、どうか許してほしい。親が死んで抜け殻になった俺の面倒をずっと見てくれてよ。なのにあいつ急に倒れちまって、医者に見せたが治らねえって。終わってく姿を見てるのは辛かった。でもよ、ようやく治せる医者を見つけたんだ。はあ、だがそいつがとんでもねえ額を請求しやがる。額のねえ俺にできるのは盗みくらいなもんさ。だからこんな真似をしちまった。殿下、情にほだされてはいけません。この者は自警団に引き渡し、相応の刑に処すべきかと。頼む、奪った金は返しておく。どうか見逃してくれ。え、これは何、選べんの。とりあえず見逃そうか。じゃあ仲間になるとか、自警団に引き渡しても仲間になって、これなんか変わんのかな。そういう事情なら今回だけは見逃してやろう。こんな輩を野放しにするというのか。大丈夫か、士気が下がるぞ。すまねえ、恩に切るぜ。大丈夫か。あー、セーブしとこうか。いやー、ちょっと編成でホプリタイとハンター、
前列にいるホプリ隊が敵の攻撃を受けつつ、後列のハンターが安全に敵を遠隔攻撃しますだって。これがいいんだろうね。やべえ、やっぱダメだったな。やべえ、よし。まあ一つ、まあバトルクリアできましたね。まあ、ただちょっとかなり下りましたんで、もう少しねうまく次はできればと思います。で今出てる、そうですね、この、はい、ここに1個出てるんで、次はこれをやろうと思います。でこれレベル4なので、まあ、次はねそちらの方から始めていきたいと思います。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。